こんにちは、赤ちゃんです。今日はハムスターのお家を作りたいと思います。じゃじゃーん。100円ショップでこんなねハムスターハウスを買いました。木でできてるハムスターのお家です。今回はこれをアレンジしてチップちゃんのお家を作りたいと思います。ちょっとね、今撮影場所がキョンクマさんのお家で、結婚式に来てた人たちをたくさん連れてきて、ちょっとお家が賑やかなになってます。こんなお家です。かわいいよね。この穴何なんだろう。なんか給水ボトルとかつけれるのかな、ここに。後ろがこんな感じで、そこは抜けてます。だから掃除が楽ですね。屋根も外して中のハムちゃんの様子を見ることもできます。ここもちょっと登りやすくなってるのかな。ダイソーで購入しました。今回はこちらにこのねペン、まな板をね作った時にも登場したんですけど、このペンを使ってここにイラストを描いていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。取れてなかった。今ね試し書きだったのでまあ良かったんですけど、ちょっと試し書きしてます。木の素材がねちょっと違うっぽいんですよ、これとこれで。こっち結構ボコボコだけど、こっちはねツルツルです。どんなデザインにしようかもねちょっと悩むところですよね。こっちもちょっと描いてみよう、試し書き。おー、これねすごい色がきり出てきます。かなりいいですね、相性が。チップハウス、チップのお家って書きました。かなりこれいいね。やっていきましょう。うん、どんな感じにしよう。まず入り口にやっぱチップって書きたいよね。表札みたいな感じでチップって書きましょう。まな板の時間違えて TIP って書いたんですけど、本当はね CHIP なんですよ。まな板に統一しようかな。もうなんかチップのチップは特別っていうことで TIP にしよう。特別です。一文字にしよう。木目が難しいんだよね。ちょっとあんまり可愛くなくなった。やばいよ。チップ。あんまり可愛くない。どうしよう。お耳。あー、伝わりにくいかも。伝わりにくいね。やばい。クオリティが低クオリティです。色染めてみよう。チップ。ちょっとね、下手くそでした。よし、どんどんイラスト描こう。ここはね、平面だから、ここにね、可愛く描きたい。いろんなコンセプトのイラストを描きます。芝生がある草原のイメージ。芝生に見えないかな。タンポポのつもりだけどちょっと違うか。木が生えてるといいね。はい、ハムちゃん、チップちゃん、どうでしょうか。まず一面完成です。ちょっとそれぞれコンセプトいろいろ作りたいな。次はねハムちゃんのね回し車をね家の横につけてるみたいなイメージでイラスト描いてみます。回し車をセットしてるような感じに見せる。円を描くの難しい。大丈夫かな。回し車です。どうしよう、可愛くなくなっちゃった。どうすれば可愛くなる。ねえ、失敗しちゃった。続いてこちら、裏側ですね。お家っぽい形をね、なんかうまくできないかな。上手じゃないんですよ、見てください。可愛くなくなっちゃって、ちょっと全然可愛くないショックなんです、これ消せないので。あ、そっか、一回限りだ。はい。ここの右にあるのは何、これ何これ走った時の風がふーんって飛ぶっていう感じ。失敗じゃん。失敗。はい、イラスト完成しました。じゃーん。これはまだ可愛く描けた、ここだけどうやって可愛くしようかね、すごく迷っちゃう。ここだけちょっとね失敗。あとはここはねちょっとお外で遊ぶチップちゃん。あと入り口なんだけど、ここだけだね。入り口はシンプルでいいのかな。こうやってはめてみた時にこんな感じでワンポイントだけ描こうかな。完成です。僕の大好きなチップちゃんのイラスト、片方だけほっぺた膨らんでるチップちゃんが可愛いのでそれを描きました。で屋根つけるとこんな感じです。じゃじゃーん。これはちょっとすごいごちゃごちゃしてるかも、ここ。あ、木だけ色塗ろう、後で。で、これがお菓子の家。窓からチップちゃんが覗いてます。ね、ちょっと、ちっちゃなハムスターがたくさん
います。隠れハムスター、これはもうちょっとね残念な感じになってますっていう感じで、これをティップちゃんにプレゼントしたいと思います。ティップでーす。まあまあ、うまうま。ということで、チップちゃんに今日はお家をプレゼントするよ。お家だよ。ほな、チップと。チップ。おお、かわいいね。何してんの？お家の中で何してんの？何してんの？お気に入りでしょ？出てくるシーンを撮りたい。気に入ってくれるといいな。わあ、出てきた。かわいい。おお、どうでしょうか？体全部出さないってことはやっぱ気に入ってるかも。おお、気に入ってる。これはチップちゃんにプレゼントですね。ちょっと上の屋根開けてみようかな。上開けるよー。じゃじゃん。お、閉まります。閉まりません。おお、閉まります。登るの？かわいいね。かわいいね、キプ。持ち帰るの？さあ、お家に持ってきました。どうでしょうか？水飲むのもチップです。チップちゃんもね、気に入ってくれてすごく良かったです。こうやるとちょっとコテージっぽいね。中に入ってさらに下に降りて地下室があったりとか、横のね足踏み場があったりさ。お、屋根に登ったチップだね。って感じで、チップちゃんのおうち動画でした。スヌーピーみたい、かわいいね。最後までご視聴ありがとうございました。潜るよね。ぽいぽーい。こっちだったー。